に後ろからまず、フライング、フライングを取りますね。フライングサービスはフライングとか作ったので、次は方に行ってください。あとバットドライブは必ず取りますので、チェーン操作を必ず休止してから出てきてください。以上です。あとは、あれうん、横からいいけど後ろからは3からね、はい、で、1人ずついつものように選手紹介で上がっていってください。お願いします。それではお待たせいたしました。これから行われますのはモデファイクラスの決勝 A メイン1回目となります。選手紹介参りましょう。まずはポールポジション、スポンサーインフィニティ、オルカアクソン、 SMJ、 サンワ、ティーワーク、ユルディクス、 RC ミッション、スクエア、 J スペックスポーツ、ステッカー、ノブペイント、ラジコン天国名古屋店。久々のレースなので気合い入れて走ります。自分前しか見てないです。祖父江明夫。カナバ2番センサーラッシュアクト、だいぶ改造されてる。フィーサンフロー、ユーミッツ、君彦、矢野、ドットネット、プロステス、プロステレイ、アーリーカスター、コメント一言、勝ちます。石岡隼人。カナンバー3番、スポンサーインフィニティ、ホビーフィング、ラッシュ、サンタロー、SMJ、KO クロボ、G フォース、ユルギクス、RC ミッション、ノブペイント、コメント、タイム差のない接戦なのでミスのないよう食らいつきます。沢田仁。カナンバー4番、スポンサー、インフィニティ、アクション、SMJ、ラッシュ、サンワン、ノブペイント、緑虫九州、ホリちゃん牧場、コメント、頑張ります、ビックリマーク、ビックリマーク、山本涼介。カナンバー5番、スポンサーインフィニティ、ホビーフィング、スポンサー、SLJ、G フォース、ゼノン、優勝目指して頑張ります、澤田真。カナンバー6番、スポンサー、無限世紀、ユルギクス、小川世紀、サンワーズ、マトリックス、エクストリーム、レックサイドデザイン、NBS、コメント、頑張ります、GP 世界チャンピオン、高畑翔輝。カナンバー7、スポンサー横野信君とコメント頑張ります。岩清水高弘。カナンバー8番、スポンサーアクソン、ノブ、なんだこれ、なんて読むのこれ、ノブ、アメイン、最年少、体力の続く限り頑張ります。こちら、ジョイチ。下を担当しておきます。カナダ9番、一言頑張ります、松岡貴之。そしてカナンバー10番、スポンサー父、お父さんありがとう、コメント頑張ります、中村和樹。さあ、ちょっと途中読みます、届きましたけれども、10名の選手によって争われます、モデファイクラスの決勝 A メイン。それではマシン準備整いますので、コンソー君参りましょう。あきよー、あ、みさん、ジェフいいっすか、ジェフ、いいよ、いいよ、いいかい、うん、それではマックスに集中ということになります。それとトールさんにはお気をつけください。一周で止まってくるかな。さあ、まずはクッキンの金から戻ってきます。じゃあもう一周行くようですね。はい、気をつけて、ストレート止まってるかもしれませんので気をつけてください。ストレートに入る際には十分前を気をつけて、十分前を気をつけて、前後の感覚気をつけて、二周勝ったマシンはもうスローダウンしてくださいね。はい、ちょっとナイスですね。そういう感じで、あのスローダウンからゆっくりとスローと戻ってください。もう勝った、2球勝ったかなというところですね。止まります。さあ、それではスタート位置にマシンを並べていきましょう。ゆっくりといきましょう。ノブ、ハヤト、ジン・ジョウスケ、シン、ショーキ・タカシロ、ジン・イチ・ナタイキ、カズキとなっています。予選トップ10モデファイクラス。体勢整ってまいります。こうしましてね、
はい、コースオッケーとなりました。それでは参りますよ。お待たせいたしました。モテたいクラス1回目の決勝、ドラホテル、マサルホテル、オンザテル。ラインがありません。1コーナーの入りもいい。ロータリーもすぐに抜ける。その前か、リンクルの後半、サタン距離は均等に1秒取れない。あれ、クールのロープ皆さん、日頃繋がってるんじゃないかというような、綺麗なライン取り完璧です。プロデューサー、ハヤト、ジン、さらに、ロースケ、ヒン、繋がってまいります。コース、高木の、クールハヤト、行ったかハヤトとヒンを狙う。セブン3番手、よろしくも行きたいところだな、ここはソブを抑える。ハヤトが5番から仕掛けて、ジンがうまくかわしてきた、セブン3番手。ロースとシン、さらにその後ろ、ソースとつながる展開。マッテンス、スンソルからカズキも、後方から上位を狙う展開ですが、上位すごいぞ。ちょっと2番目、3番目の間が広がったか。ハヤト、ジンが狙う、ジンが狙う。ハヤトの後ろ、ジンが狙う。ロータリー前。ジンを線からかわり切れているが、ハヤトのここはなんとか抑える。ジン切れてるぜ。戻ってくる。得意が体にじっくりで、見てる展開か。後ろ、両手との間が微妙に広がって、4、5、6番との接近中。ジンが両手の後ろを狙っている。さらにここは GP チャンピオンか。高畑、迫ってきている。そして単独走行が岩清水、その後ろはマッチン、スッがバトル級、カズキもなんとかついていくというところで、接触、前に出たらくっついた、マッチンの子が負けられない、マッチン、スッキン対決、インフィールド後半セクションから最終コーナー、立ち上がっていく、前を行くのがマッチン、そしてその後ろがマッチン、少し遅れてマッチンのり、中村、カズキ対候補。さあ、この後ろのトップ争いは意外として変わらない。抑えているのが早く、それを狙っているのがスキン、そしてずらり迫ってくるのがソブー、若干相手を利用してスキン、それから高畑。前半の2分20秒まもなくで折り返しというところ、序盤から全く変わらないような顔をされて、ソブーから続いた、この体勢がですね、若干変わって現在、早くが先頭。ハヤト、ジン、ジンはずっとマルクネーム、しかし、なんとか抑える、なんとか抑える。高速コーナーからストレート、ここを狙っているが、2位を一回閉じるハヤト。一瞬の隙も見逃さないぞというジンです。むしろ閉じやすいというところですが、わずかに接触を回避しながら見事なテクニック。両者激しいバトルを展開し、さらにその後ろ、両者とシンがやってるのストレートエンド、ピンクと、イエロー、そこから第3台、ソブーを絡んでくる、さあ、トップ3が大激戦、さらに4番手、5番手ですごい、あーっと、ここが出ました、もう赤字が出ないし、めっちゃくるくるですが、なんとか抑え込んで、レースは9番手の後半、ここが踏ん張る、早く、ちょっと相手が、なんとか抑えた、なんとか抑えている、もうメンタルいっぱいいっぱい、さあ、それとどうだ、みんな狙う。ここが防いだか、うわー、うまいね、うまいだ、レース、さらにセブーはレース、いきなり先頭はマッツンか、マッツン、そこで抑えてるストレート3台絡み合うようにいく、ここで抑えた、レース残り1分10秒、残り1分10秒、さあ、踏んだり切れるか、レース、さあ、切れるか、ジン、一気にトップ返り咲けるか、セブー、さあ、カズキの後ろで、カズキの後ろで、カズキの後ろで、トップ3が1つ、カランダルを出したぞ、さあ、ここはうまく、行かせた、さあ、ここで、ティアラスがトップ3台、残り50秒、ハヤト、執念の粘り、ハヤト、執念の粘りが続いている、さあ、ジンは、切れ味抜群、さらにトルーだって、負けてない世界の走り、この後ろ、4番手、5番手で、バトル展開中、残り30秒、ハヤト頑張る、ジンはどこで狙う、どっからでも狙う、ハヤト
少しリードを広げたぞ。トムがどうするか、トムがどうする。ジンは勝ち切れるか、ハヤト粘り切れるか、残り15秒。さあ、残り9になるか。残りが10。さあ、いけるか、マッチングの1いける。さあ、どうだ。10秒前、これならトラップになる。戻ってきた、今、勝ち。さあ、勝ち切れるか、粘り切れるか。ハヤト粘ったー。おー、4番手、5番手が出して、キン、サイン、勝手ゴールしていきます。岩清水フィニッシュ、あとは最後、突っ込んだ得点から4番手に1勝。第1ラウンドから熱すぎる、早とキン、最下のブルーのプレゼントが、いや、めっちゃ撮っちゃった俺みたいになってるよ、みたいな。続いては、B メインに使えるはい、ちゃん、あれだよ、プルプルしたら逆もあるからすごい大変だ。あのね、危ないごっちそうだったら圧力抜ける俺そのまま大変だ。2人がいいから取るんですか。1回だから1個順位上がったらくれって。カイトがミスったらいい。上がったよ。なあ、あれはね、まずうまくついていくんだけど、久しぶりにね、こういうレースやるとね、緊張する。いやー、みちゃん、いいレースでしたね。いいレースでしたね。いいレースでしたね。最高のバトルでね。しびれたね。これがもう、雑レースだね。ねえ、こういうのを見に来た感じです。お、ソベさん、え、何があったんですか。古田でも曲がりきれませんでした。あー、古田のみ。これストレートしか勝負通るのないと思って。そう、前の週行こうと思ったけど、あ、と思って。でも次の週これ狙えばいけるかも。俺ちなみに、でもどこに抜くんだろう。ストレート。もうすぐで抜いてあるから。ストレートなのにギューってしまった。いやー、これであと2回あるの楽しみだね、まだ。勝ち込んでやるぜ。いやー、遠藤くん、ね、いいレースだね。やばい。これまだ2回見れると思うと結構嬉しいね。はい、なかなか壮絶なバトルでした。面白いです。